明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、新商品のご紹介をしたいと思います。私も愛用中のこちらです。スプレー、何に見えますか？なんか化粧水的なやつ。惜しい。惜しいってことは外れなんですね。それは外れちゃいましたが、うん、今日ご紹介するのは、うん、ウルトラファインバブルエマルジョンフェイスウォッシュ。前半のことはちょっと何言ってるか分かんないですけどフェイスウォッシュってことは洗顔ってことですか？そうです。こちらが洗顔するスプレーになるんですけど。スプレーの洗顔、はい、普通洗顔ってなんかこうチューブに入ってて、うんうん、こうやってやって泡立てて洗うみたいな感じだと思うんですけど、はい、そうですね、これはですね、水で洗います。え、中身水？中身が、ウルトラファインバブルって最近すごい効くと思うんですけど、効かない。あのシャワーヘッドとかでなんかこう当てたら油性マジックがなんか洗剤もないのに落ちるみたいなすごいのがあるんですよ。 あるんですね、はい、はいはいはい、で、うん、そのウルトラファインバブルっていうのはですね、うん、あのこれも一見水、透明な水に見えると思うんですけど、うんうん、この中に実際はすっごい小さい泡が入ってます。で、その泡の力で汚れを落とすっていう仕組みなんですよね、うん、そうって思っちゃうよね。全然信じて、そして、その泡の力でなんていうんですかね、こう汚れを落として、うん、あの洗顔フォームとかだと洗いすぎてる感じ。そうなんですね。があったりすると思うんですよね、はいはいはい、うん、結構肌の弱い私はそういうの気になりますから。あ、まあそうですね、洗われすぎてるとちょっともう嫌なんですよ。嫌なんですか、はい、なんかこう突っ張る感じがするとか、冬とかはなんかそんな感じになるのが分かる、うんうん、そういうのがちょっと起きやすいんですけど、うん、そういうのが気になる方にすごくおすすめなのがこれで、成分がですねほぼほぼ水です。お、水、海水、はい、アルギニン、はい、フィッチン酸、フェノキシエタノールのみ。なんだろう、すごいのかすごくないのかちょっと分かんないけど、ですね、はいはいはい、とにかく肌に優しくてですね、はい、シリコン、パラベン、界面活性剤、アルコール、うん、グルテン、香料と鉱物油と合成着色料は使ってないんですよ、うん、え、普通のやつは結構そういうの使ってるってことですか？そうです、そうです。なんですけど、これはそういうものが一切入ってなくてですね、朝にすごくいいんですよ。私朝専用の洗顔としてこれ使ってるんですけど、あ、化粧落としとかではなくっていうこと。本当の洗顔のみみたいな感じです、うんうん、で、こちらがですね、まずスプレーをビャビャビャっとします、はい、顔に、はい、で、こうマッサージみたいにするとちょっとヌルヌルしてくるんですけど、うん、それでもう水とかお湯で洗い流すだけで終わります。お手軽にできちゃうんですね。そうなんですよ、うん、そうなんです。そしてですね、なんかこの毛穴とか皮脂汚れとかが結構すっきり落ちるんですけど、うん、突っ張る感覚もなくて、うん、すごくこの洗い上がりが私は好きなんですよ。朝もこれぐらいがちょうどいいなっていう、ほんとただのスプレーなんですけど、うん、こうやって、うん、やってこうくるくるってどんどんなんかぬるぬるしてくる、うん、からそれをもう水で洗うだけでもうさっぱり。へえ、なんか少しやってみたくなってきたかもしれない。すごい、でもなんだろう、すっきりするんですよね、うん、これやると。富田さんはちょっとお肌弱くて女性の方
意外と男性の方とかおすすめかもしれないですね、うん、化粧しないし、うん、基本的にはなんか洗顔とかですごいニキビできちゃうとか、うん、なんかいろいろ使ってるけど合わない人とかもこれ試してみたらいいんじゃないかなと思います。なんか良さそう、はい、うん、でこれから夏で結構こうテカテカしたりとか毛穴汚れ気になると思うので、うん、これをちょっと使ってみてほしいなと思います、うん、水でバシャバシャあんまり洗えない時とかもいいかもしれないですね。そうですね、うん、ほんとお手軽にいけちゃう、うん、そしてお値段なんですけど、それは気になる。こちらが1本1760円。おー、うーん、どうで洗顔って考えたらドラッグストアとかで売ってるのと比べるとやっぱ高いかなっていう感じはあるんですけど、うんうんうん、でも楽だし、うん、自分で泡立てて、うん、なんかこうやったりとかしなくていいし、うんうん、なんかそうお手軽、あと使った感じ、うん、を思うと全然私はありです。ああそっか、うん、なるほど。なのでちょっと夏の朝とかにおすすめしたい洗顔、今日はご紹介しました。よろしくお願いします。